はい、どうも、こんばんは。日曜日の夜、皆様、いかがお過ごしでしょうか。こっけるは、ラジオ始めました。はい。こっけるのドアの、眠れる夜に。という、はい、ことで、ジングラー本当にできてるんでしょうか。前々からジングル作るとは言ってましたけど。というわけで、はい、今回のテーマは、バンドをやってなかったら今は何をしていたい。何をしていたい、というところ、いや、なんていうの、こう、警察官になりたいとかさ。うん、まあ、それはまあ、よくある感じじゃないですか。うん、もっとリアリティを持って、はあはあ、この年になって何をやっていたか。うん、もう僕はもう明確に絵描いていたり。まあ、生きれたらの話だけど、50代になったら絵描き始めようかなっていうのはずっと夢としてあるんで、うん、映像もあんまり作らなくていいようにして、かなぁ。これはなんだろうな。普通に、家族を持って、おお、うん、そういう。すげえ真面目に働いて、たまに遊んで、まあそれでも、子供たちを食わしていって、ちゃんとしたね、大人育ててみたいなっていうのは。ああ、子供は好きそうだよね。いや、全然。即答。いや、全然。いやいや、お前は子煩悩になるんだよ。まあだから自分のね、子供ができたりしたらね、また、それまたもちろん変わったりすると思うんだけど。ただ人間性として、子供は嫌な親だなって思って育つんだろうなっていう。ね、うん、子供のことは好きなんだけど、子供が好きということを表現できないかわいそうな化け物みたいな感じで、うん、おうおうおう。まだそうじゃないですか。うちの親父もそうですからね。痛いけど壊してしまうみたいな。ゴーレムみたいな親父になるのかな。うん、でも、お前の親父ほど偏屈じゃないでしょ、お前は。ああ、でもどうだろうな。俺がある程度、お前と会話ができるから、こうやって会話になってるだけでさ。普段のお前なんか会話になんないじゃん。大丈夫ですよね。話になんないじゃん。人として。逆に饒舌になったりしますからね。あ、そういうもんですか。うん、俺と話してる方が、萎縮しちゃって。そうですよ。いい、いい。素晴らしいですね。殴りたい。まあでも本当、だから、普通にみんながやってることを、すごいなんか、ああ、でも確かにそれってのは、ある意味、ね、今みたいにリアリティを持ってっつんだったら、確かにそこも、一説ありますね、うん。そんでさ、まあ、週末、まあ、子供なんかとキャッチボールして野球したりとかさ。子供を野球、教室段階で。うん。野球チーム。うん。まあ自分も、小さい頃そうやってもらってたんで。なん野球チーム野球チームも入ったし、サッカーやりてって言ったらサッカーもやらせてもらったし、うん。で、まあ、いろんなとこも連れてってもらったからね。家族行事として。なんかやっぱそこに、こう、差を持つよね。差を感じる。いい人生。まあ、もう、僕はもう、感謝しかないです。いや、そして感謝しかないと同時に申し訳ありませんという思いもあります。ある意味では海外られたわけ。まあでもちゃんとさせてもらってましたよ。じゃあダメなことはダメって怒られて、もちろん殴りまれましたから。でもバシバシですよ。ははは、あきらみたいなのもあって、ははは、あきら、ほんと小さい頃あったんじゃない。うん、親父の背中に乗ってマッサージしたりとかね。ああ、それはね、うん、ね、そういうかつかな思いがありますね。おお、なるほど。俺はもう、だから、それこそ、あれ、さっきの話につながるけど、うん、小学校2年ぐらいの時に、水彩画教室っていう。おぉ、習い事？うん、うちのやってる、行きたいなぁ。うん。俺はまあ、うちの親とかにも、ね、だって、こう、兄がいるんだけど。はいはいはい。もう、絵も切った。噂の兄はいるんだけど、兄と比べて、あなたはそういう、おねだりをしたことがないって言われて。うん。ちっちゃい頃ってさ、
ウルトラマン欲しい、うん、ビニールのさ、ああいうウルトラマンの、うん、とか仮面ライダーみたいな、我々のすごい世代が悪いんだけどのフィギュアが欲しいみたいなことをやっぱりただこねてたんだって、うん、うちの兄だった人は、うんうん、俺何も言わなかったらしくて、このおもちゃ欲しいとか、うん、ほぼなかった、うん、多分ね、下唇を噛んでたんだよねこの家には金がないあだから その時にその小学校2年前にそこに来たわけ、うん、絵描きたいなみたいな、うん、それもね余裕で却下だったわけ、うんうん、だからなのかもしれない。絵は下手なんだけど、なんだろう、一番楽しいね。おなんか苦が一切ない。音楽もさ、バンドもさ、うん、苦はあるじゃん、うん、まさに今じゃん、うん、苦ですよね、うん、眠い目こすってコンテンツ作ってなんて言ってさ、うん、ねバカみたいなやつ呼びつけてバカみたいな話してむにゃ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 して、俺もバカみたいになっちゃってまあ共同作業でもあるからそういう楽しみはあるけれども、うん、あの個人作業としては何の義務もないからさ、うん、うん、まあそんなものすごい、あのかしこまんなくてもいいし、でその上自分の中で考えたりとか、うん、没頭もできるから、うん、結構絵は描きたかったな、描いてる人生にとか、うん、からまあ50代になったらやりたいな、まあ50代、それはまた独学でただ描くって感じ、ひたすら、うん、でもなんかこうアクリル絵の具とかで、うん、たまに絵描いたりとかするんだけど、うん、なんかこう狙ってる色味が出ないから、うん、でちょっと調べたらなんかいろいろリリウムとか、うん、なんか混ぜるんだって、うんうん、はい、これはどっちかって言ったらあの油絵の質感で描きたいけど、うん、油絵って臭いらしいんだよ、ね、うん、美術史みたいに言うその、あらしいよ。でほらすごい大変というか、混ぜたり引き伸ばしたり、うん、溶剤出てる、うん、なアクリルってそのまま塗りゃいいだけ、ペンキみたいな、ただ混ざらない、グラデーションがうまく出せないから、うん、調べたらなんかそのリリームが何だとか、だから多少知っとかないと思ったように描けないんだなぁと思ってるから、まあ、独学だけどちょっと調べながら描き方を覚えたりとかして、うん、数点描いて死ぬのかなって思ってるその外に出す絵というか、まあ、ね、SNS とかにあげると思う、うん、書きましたね、うん、あの20万でベースに販売します、20万で売れたら面白いかっていう、うん、感じではあるかもしれないですね、うん、あと家族か、ああまあ持ったら面白いだろうな、うん、うーん、個人的には養子が欲しい。おお、養子ですか。だから金持ちになりたい理由の一つそこなんだよね。金持ちになりたいというか、その生活にお金ってさあってももう限界値があるじゃん、使える、うん、欲もそんなにねえからさ、うん、多分300万あったらもうほぼ俺のやりたい人生は終わっちゃって、うん、お金で、うん、あとはもうその生活に生活そのバーンって300万使うかもしれないけど、うん、あとはもう月15万ぐらいで十分なんですよ、うん、全然、うん、こういう映像だとか、うん、カメラとかも揃えちゃってさ、うんうん、服とかもちょっといいもの着れば、うんうん、まあ別にこうそれ以上望むものって逆にある。お前がお金を持ってさ、だったら、ドーンと1000万、うん、来ました、うん、やりました宝くじおめでとうございます、うん、さあ、好きに使っていい、ただ、3ヶ月で消えます。おお。あ、まあ残るものを買うよね、うんうん、例えば、いいパソコンやったり、うん、まあいい機材ですかとか、残るもの半分ぐらいが残るものを買う。
で、残りのもう半分は、もう派手に使う。もうね、夜の街だ、ね。夜の街だ、どころじゃない、昼の街も行っちゃう。ああ、なるほど。夜から昼まで、京都行っちゃったりしてね。ああ、いいね。そういうのもいいね。旅もいいし。うん。旅かな。使うとして、じゃあ使わなきゃいけないっつうんだったら旅使うかな。うん、本当海外行って、うん、面白がって帰ってくるかな。そうね。だから、まあ、3ヶ月で亡くなっちゃうっていうんだったらね、それを持って資産運用とかっていうのもね、うん、別に考えなくていいなら、使っちゃうかな。うん。使わなきゃいけない。うん。例えば俺は英語教室にもう5年分全部収めちゃう。で、通う方がいい状態につく。まあ、自分のスキルっていうか、言葉は面白くない？ああ、でも俺たまに見てますよ。そういう英語レッスンみたいな。なんかね、最近ちょいちょい見てるんですけど、海外の番組で、番組の切り抜きみたいのがあって、その最後に、その英語の学習みたいな、2分ぐらい載ってるみたいなのがあるんですけど、で、その、現地の人が喋ってる会話とかも、字幕で出してくれてて、その、やっぱりあんな、学校で習ってはいたけども、読み書きは。分かるわけないじゃないですか。いや、本当に。あんま意味ないよね、日本。まあ、最低限我々が受けてきた英語教育って、かなりあんま、アイアムは。読んで、なんとなく意味わかるぐらい。そうそうそう、じゃあ。だから聞き取りなんか一切できないからさ。聞き取りも発音もね。文法とかをすごいたくさん習ったりもしたいけど、いや、結局そんな長いこと喋んねえしな、みたいなさ。大体単語じゃん。単語ですね。結局単語の方は覚えた方がいい。だから実践的な。いい発音で、いい単語で、いい聞き取りができれば、もう3つで十分だよね。だ結局はあれはコミュニケーションなんで、まあどうにかして伝えようと思えば、長い文章じゃなくても、説明しなくても、短い、ちゃんと意味の通じる単語を知っていれば。ただまあ1000万ありゃ俺はやっぱそっちのスキル系に使うから、残るっつっても体に残る。もうさ、なんつうの、もういよいよってなったらさ、変な国ってさ、言葉の通じる範囲に。仕事ねっつってさ、働き出してさ、そこでなんかコーヒー農園トウモロコシ畑とか、そう僕頑張ってますっつってお前にこうね名刺ではこう絵はがきを売ってみたいなのもいいなっていうか、スキルかな、言葉かな、言葉のスキル。まあこれパソコンの色なんて1000万のうちにすぐ買えるし、100万もいらないわけだから、そこかな。あとは、まあ、やっぱ、一個スタジオみたいなの作るかもね。音楽、撮影全部できる。音とか気にせずさ。やっぱ没頭でき、まあ、バンドマンは一番そこなんだよね、言うのは。鳴らし放題。お金かからない。だからね、よし、3日合宿するとかできるじゃん。でも合宿スタジオとかあったな。よく雑誌を読んでてさ、音楽雑誌、その高校生の時の、川口湖のそばのコテージで、あった。合宿。3日、合宿練習、できる。10何万とかね。あったよね。今から考えるとね、まあでもバンドとしてはいいのかも。もうちょい人数多ければ。2人だとね、まあちょっと、今考えたら割と面白そうだなって思うけどね。やってみる。3人4人で、まあちょっと友達も来てさ、みたいな。2人だとね。ねえ。それはもう狩猟だからね。本当だよ。荒行だよ。その、僧とかが、こう、狩猟する中でも、上位の。上位の狩猟のうちに入りますよ。即身仏になるっていうのも、4つ手前ぐらいの。だってね、毎年2人きりでさ、編集するっていうあれでしょ？いやー、3日もいらないし。俺はもう多分ね、1日目で帰ってる。
き、いや、レコーディングはちょっと別かも。うん。が欲しい。うん、ただ、その朝から晩までたりして、うん。程よく7時間取って、そう、分けてね。うん、分けて休憩入れます。程よく飯食いって、程よく楽しんで帰ってきてみたいな。河口湖を楽しんでみたいな。出ちゃうフランスの時は近かったよね。まあ、でもあれは、集団生活だったんでね。まあ、それはそれですごい楽しかった、ね。でも、お前と二人の2日ぐらい。ああ、あったな。あの時はでもさ、スタジオないしな。そうそうそう。単純にさ、あの、前に行ったフランスの時に、美味しかった飲み屋行こうぜとか、ペロペロになって酔っ払って帰ったもんな。ちょ、乗り過ごしたからね。怖いけど。あの時？あの時、あのね、二人の時？一駅ね、乗り過ごしたんだよ。で、俺ら歩いて帰ったの？反対方向、まだあったから。あ、乗ったんだ。そう。覚えてない。くらい酔っ払った。だ、寝てんだよ、途中で。な。あれ怖いよ。あれ怖い。実は怖いよ、あれ。悪いことやってんね、うん、我々。こんなところで寝たな、うん、ね、美味しかったし ね、やっぱね、あれうまかったね。あそこはフランスに行ったら必ず行きたいところがあるんですよ、うん、もう毎回あそこは必ず立ち寄りたいっていう。なんかあれはカフェ、カフェだね、カフェ、オープンカフェ、うん、みたいなパリになってね。なんていう料理かもう覚えてないんですけど、フラッフ、フラッフっていうの、フラッフ、あのチャーリーです。じゃがいもとフラフラベシャメルソースを混ぜて、チーズと、ね、うん、そうそうそう、それをでかいソーセージにかけて切って食べる、めちゃくちゃうまい。あれは酒がね、うん、いくらでも。で、我々なんて普段会話することないけど、あそこだけは結構楽しく話せばね、うん、酔っ払いながら、ね、ゆったり、うん、っていうところもあります。あとはそうですね、台湾の俺の行きつけになった、ああ、チャーハン。チャーハン。ああ、チャーハンうまかったね、あれ。あそこ美味しい。俺1日2回食ったからね。あれどこで食っても、あれは何食っても美味しい、あそこは。うん。ある。高尾の方ね。うん。そういうとこでお金使うかな。うん。そうね。で、なんだっけ、ああ、そのバンドじゃなくてよばか。だってもともと、子供の時、全くバンドなんてね、うん、知らなかったわけだし、うん、卒業文集にね、コンビニの店員さんになるって書いてあるわね、小学生の時は。小学校で、ね、おー、俺あれだで、弁護士。誰も守れないよ。だって弁護士自体がちょっと非合法だから存在が正義感が強い。おー、よ、弱気を助けるみたいな感じだったんですか？そう、強気をくじき、弱気を助けるっていう人間になりたかったんですね。で、小学生弁護士とか知ってたかな？俺知らんかったな、絶対。しかもなんか、ほら、似顔みたいなの書かない？小学生。自分の似顔絵と隣に将来見る。ああ、なんかあるね。もうね、北斗の拳の劇画で自分の顔書いてる。卒業文集とかなんか書いた？ん？なんか書いた？絵とかでも書いた記憶はないなぁ。あの、卒業文集みたいな。あ、文集か。うん、将来の夢みたいな。そうそう。とか、まあ、なんか、小学校時代の思い出でもある。自由に書ける。内容は、全く覚えてないな。何書いたか。俺はもう、またに覚えてない。小学生がね、うん、友達について。友達を真面目に論じて。おぉ。やはり人生の中で友というものが必要であるいや、どっかで親かなんかに渡されて久々に見て思い出したね。すごいなこいつみたいな。何を真面目くさってもう なんだろうな、こんな可愛い文集なわけですよ。友情に飢えていたのかね。ああ、もうあれなんていうの、こう理由じゃなかったわけではなかったと思うけど、楽しくなかったんじゃない。うん、楽しい、うん、ものは一つもなかったからね私の小学校時代は楽しいというかな、なんて言うんでしょうね、誕生日をお祝いしてくれる家庭の凄さみたいな。高校の頃なんて友達ん家ってさ、うん、なんていうの、親がさ、うん、サンドイッチと
紅茶を出された瞬間の衝撃すごかったよ、俺の中で、うん、信じられなくない手作りサンドが出るのよ、うん、なんかスーファミみたいなのが、うん、そういう衝撃はなかった。あ、でもあったよ俺、うん、小学校の時にあったな、出されてめちゃくちゃうまいもの出されて、うん、そうだよ、そう、その頃俺なんて、ね、あ、それは高校の頃はもうないから中学校ぐらいかな、うん、なんていうの、ののしり合いが、こう、こっちの普通の一枚先でさ、殺す殺さないみたいな会話を、こう、キャン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 やってる大人たちの怒鳴り声みたいな中で、こうさ、この一枚ね、食ってこう、こうなりながら、震えながら、ガーンって開けられて、肩開けて、バーンって開けられて、手づかみでは唐揚げなんて手で掴んで入れられるんだだからもうそんなね、こんな綺麗なお皿に入った紅茶なんて見たこともなかったから、もうびっくりしちゃった普通に見る、あの妬みとかないのよ、うん、もうあのシンプルにすげえなって、そう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 、あの人間としてのこう落としきれない妬み感みたいなのは多分俺はあるんだろうけど、うん、人として、うん、もうそういう育ちだったからっていう言い訳とかもなく、うん、あるのかもしれないけど、自分の意識の中でもう妬むとかないんだよね、そこに関してすげえ、もう美味しいありましたね。だからそういう風な、もしこうバンドマンやってなかったら俺は紅茶が出せる過程を作ってみたいな、うん、ということで、本日はこんな感じでどうでしょうか。う、ね、結局二人とも良い家庭を作ってみたいということでまとまりましたかね。うん、というわけで、もうお互い、万引き家族みたいなしか作れないようになってしまった我々国慶のドアでございました。今週も、日曜日、夜中、なり朝ない聞いていただいてありがとうございます。おやすみなさい。おはようございます。そして、いってらっしゃいませと。失礼します。